ではカビハイ。カビハイ。うわ美味しい。で今回ね、トカナ総裁住由紀子さん、はい、もう付き合い長いですけども、はい、お話ししたいんですけど、はい、まあ、この旅杯ってぐらいなんで、はい、お酒飲みながらね、いろいろざっくばらんに話していこうってことなんですけど、はい、何飲んでるんですか？これサンダーボル、このお店がサンダーボルトさんって言うんですけど、はい、サンダーボルトスペシャルドリンクで、ええ、60度です。このお店で一番今強い酒を飲んでるわけですよね。飲んでます。一応収録なんですよ。いい、はい、収録の時にお酒飲めるとは言っても、はい、一番強いお酒頼む人ってなかなかいないじゃないですか。え、一応チェイサーも。チェイサービールだから用意してるんで、はい、チェイサーアルコールで、はい、どうしよう、もう暑い。めちゃくちゃ暑い。いや本当にね、はい、スミさん付き合い長いですけど、でもどれぐらいの付き合いになります？もう10年ぐらいには、な10年はいかないかな、7、8年になりますよね。レギュラー番組もね、ずっと一緒にやらせてもらってて、はい、でそれ以外のね、地上波の番組とかでもね、一緒に共演もさせてもらったりとかしてて、だいたい遅刻してきますよね。でも今日は大丈夫だった。今日は柴田さんの方が遅かったですよ。すみません、ちょっとだけ。何その珍しい、なんか唯一今日っていう時のそのマウント。いや嬉しすぎて、柴田さん来ないなみたいな。地上波なんかテレビ朝日かな、はい、ジュニアさんの番組の時になんかスタッフさんがもうバーって走り回ってて、もう収録間もなく始まるって時に、はい、島田さん、スミさんと仲いいですよねって、おはい、どうしました、今来てらっしゃらなくてみたいな。いや、なんか私本当多分これちょっとおかしいんだと思うんですけど、うん、自分の中でその目的地に行くのに2倍速ぐらいで計算しちゃうんですよ、なぜか。その日に なると どういうこと。だから例えば、6時に中目黒に行きます。今日はね、このサンダーボルトさん中目黒のお店ですけども、はい、で前日まではじゃあ家を、5時ぐらいに出ようって思ってるんですけど、うん、5時半入りね、はい、30分ぐらいで、なぜか当日になると15分で着く気がしちゃうんですよ。なんかこれダッシュしてめっちゃいいタイミングで電車来れば、まあ、15分ぐらいで行けるかなみたいな変な計算が働いちゃって出るのが遅れちゃったりすること多くって、なんか時空の歪みとかなんですかね。いや本当これ編集者やってたのになんでこれが身につかないのかなって。フリーになられてね、いつだっけフリーになったの？もう去年の4月です。あ、はい、大活躍で今イベントとかもそうだけど、本当人気でね、嬉しいです。でそのスミさんってもうオカルト界全般じゃないですか、はい、予言からユーマからとかもう全部、はい、まあ、強いて言うとやっぱ怪談があんまり得意じゃないですね、怪談とか、うん、そんな中ね、やっぱり向上心あるから、はい、今年はね怪談最強戦、はい、で今現在予選のね途中ですけども、はい、そこにね怪談もじゃあちょっとチャレンジするんだって言って、はい、フリーになったし、わざわざこうライブ開いて、そのために住由紀子の怪談を成長させるためのライブっていうね、はい、ライブで、はい、いろんなもう著名な怪談師さんをゲストにお呼びして、はいはい、怪談をすごい特訓して予選に臨んだんですよね。臨みました。で予選が動画、はい、1分とか2分ぐらいの怪談を話して、はい、3分、はい、でそれで先行していただくっていうね、はい、中で、まあ、その一応ルールとしてはなんかまあ話だけなんで、はい、ちゃんと話だけ送ってくださいねっていう、はい、一本撮りで編集なしでみたいな、うん、の動画に、はい、ガンガン編集入れて音入れてたっていう。音は入れてないですよ。曲入れてたみたいな話は噂ある。本当？え、入れてないです、入れてないです。編集しちゃったってこと、はい、もうそんな噂になってるんですね。編集して、しかもなんかもうブラックアウトしてるシーンとかもなんか残ってたみたいで。そう、だからこの知名度だしね。でやっぱりこう怪談本当は怖かったから、はい、その主催者側としては本当はめちゃくちゃ残したいんだけど、でもやっぱね、はい、大会で皆さん同じ、ね、ルールで戦ってる中で、はい、ここ通すわけにいかないって言って、はい、泣く泣く1回戦敗退なんですよ、ね、そう、1回通ったんですよ。そうで不正が見つかりましたって言って。不正って悪気なかったんだけどね。それスミさんらしいなと思ったけど、一応ルールだからっていう。そう、ズルして負けたみたいになってます、はい、いや、実際やっちゃいました、まあね、今は怪談もそうやってチャレンジされてるっていう、はい、でだからスミさんってもともとトカナっていうね、はい、オカルト情報サイトで編集長されてたわけじゃないですか、はい、でもその意外と前のスミさん知らないなと思ったりとか、はい、スミさんがこのオカルトにはまったきっかけとか、そういうルーツって知らないなと思って、はい、多分見てる皆さんもそこ意外と聞いたことないんじゃないかなと思って。もともと父が霊感があるって話は何回か結構してるんですけど、うん、だからもう小さい頃から幽霊の話は聞いてたんですよ。そうだ、はい、あれ言っていいですか、小さい頃、はい、霊現象に悩まされていて、はいはいはい、で高名な
霊能者の方がお祓いに来てくれた、はいはい、それが後の江原さんだったんですよね。ちょっと違くて、ごめんなさい。あもう俺本当にごめんなさい。もうお酒僕酔ってます。ごめんなさい。ごめん。もう邪魔だな。もうスミさんに話した方がもう絶対いいのに、なんかもう。若干違うんですよ。後の江原さんですの時、俺相当今顔どうやってたよね。あのちょっとそれでだからごめんなさい。あのちょっと違うんですけど。すみません、ごめんなさい。もう黙ります。それで家がポルターガイスト現象が起きまくって、で霊能者を呼んで祈祷してもらおうっていうことになったんですよ。でその時に父が会社で聞いてきた高名な霊媒師っていうのが確かに江原さんで、で江原さんっていう人がいるらしいって言って、もうまだ全くテレビ出てない、あのオーラの泉とかね、後に三輪明さんでやりますけど、その前です、はい、全然ね、はい、の時に電話番号聞いて、あの電話したらもうお祓い2年待ちだったんですよ。あ当時からやっぱりすごい、はいはいはい、大人気で、うん、で江原さん無理だってなって、でその後妙高先生っていう、あの平野正門の霊を治めた先生に来ていただいたんです。あじゃあ江原さんは実際来ていただけてなかったないんです。あ、はい、あそう、妙高先生もすごい方なんですよね、はいはい、すごいいいと思うんですけど、検索して もう全く出てこないんで、平野正門妙高とかで検索しても出ないんですよ。でも実際そのポルターガイストそれで治まったんですか。治まりました。すごい、はい、でもその妙高先生に至る前にもう一個、あの、あなたの知らない世界とかで、心霊の解説をされていた新倉岩尾さんの事務所にも家族で行ってるんですよ。でもう困ってるんですって、はいはい、で本当に大変だったんですね。本当に大変でした。っていうどれくらい大変かっていうと、あの鍵が勝手に閉まっちゃうんで、例えばそのベランダに出て、洗濯物を干そうとかいう時に家に入れなくなっちゃうんですよ。あそっか、内側で誰か閉めたわけじゃなくて、はい、もう霊に閉められちゃう、閉め出し食らっちゃうわけです。閉め出し食らっちゃう、そういったドアもそうだし、普通に玄関のドアとかも勝手に鍵が閉まっちゃうんで、ちょっと外出ただけでもう家に入れないとか。実害です出てますよね。そうなんです。だからちょっとその電気系統がまずは壊れ始めたりとか、物が落ちたりとか移動したりっていうのはあったんですけど、やっぱその締め出しが一番きつくて、はい、怖いっていうよりも困るって方ですよね。生活できんみたいな感じになっていろいろ相談したのと、でその同時期にあの私が、学校から家に帰る途中で幽霊に呼ばれて、うん、あの夜になっても家に帰んなかったっていう事件があったんですよ。で、学校中の先生とか、あと近くに住んでる保護者の方とかが探してくれて、発見されたんですけど、うん、もうちょっと発見が遅れてたら本当にあの警察呼ぶっていう話になってて、でそれで親も心配してっていう。それどこにいたんですか結局。あのうちの自宅とは真逆の方向の駅にいました。それ幽霊に呼ばれて。呼ばれて、はい。なんか私もでもその当時の記憶がちょっと薄いんですよなぜか。でもなんか大人のすごい大きな麦わら帽子をかぶった女性においでおいでってされた記憶があるんですけど、でも歩いてる途中では自分と同年代ぐらいの女の子がおいでおいでってやったりとか、多分いろんな例が変わる変わる呼んでたみたいな感じなのかなっていう。見つかってよかったっす。そうですね。ポルターガイストも家であったってことじゃないですか、はい、同時期にね。それなんか原因って何だった結局は。あのおばが、私知らなかったんですけど、普通に亡くなったと思ってたんですけど自死してたんですよ。ああそうなんですね、はい。でだから新倉岩尾さんの事務所に行った時に、新倉岩尾さんのお弟子さんかなんかが、あなたの家のなんかあのピアノの上にある写真誰ですかねとか言って聞かれて、でうちの親が、あの写真すごい落っこちてくる写真が一個ありましてつって、あその方だと思いますみたいな。でもその人はすごい、おばはすごくいい方だった、いい人だったんですけど、うん、その人の感情に群がる例ですねみたいな。ちょっとだからその、まあ、機嫌がいい時と悪い時があって、はい、ちょっとこう機嫌が悪いと鍵閉めちゃうみたいなことがあったってこと、はい、というか、 なんかその、おばはいい人なんですけど、自死する時の悲しい気持ちに共鳴した他の自爆霊たちがいたずらしに来てるんじゃないかって多分解釈だと思います、まあ、でもまあ一応その辺は、はい、解決したわけです。解決したと思いますね。でも先日あの本当に20年ぶりぐらいに小学校 の、 あの担任の先生と会う機会がありまして、うん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 、話したら、スミさんあの時大丈夫でしたかって、もうやっぱ未だにすごい覚えてて、先生も本当に大変でしたねみたいな、あの時から私も幽霊信じてるんですって。
え、じゃあもうガンガン見えてるっていう幼少期だったんですね。いや、その時しか見えてないです。え、じゃあそれ以降はいわゆる霊体験とかはない？はい、その前もそれ以降も大してそんなにないですね。1年に1回見ればいいかなっていうぐらい。だいぶ多いですけどね、それ。あ、そう、そうですか。でもそんぐらいの感じです。はい。で、そういうことがあって、はい、大人になって仕事選ぶって時に、はい、やっぱりそのオカルトとかそういう方にやっぱ興味がいったってことなんですか？はい、それもそうなんですけど、うん、そもそもは私大学中退していて、はい、でも中退しているにもかかわらず出版社に入りたいっていう希望があったんですよ。ちなみに大学ってあの専攻は？はフランス文学部です。え、フランス話せるんですか？いやいや、そんなアンプなんですけど、うん、そこで、募集してたのが中退でもいいよっていう会社が白夜書房とか、もうまあ結構コアなサブカルチャー系の出版社しかなくって、でたまたま白夜が応募してたんで受けたら受かって、でそこで募集してたのがあのスピリチュアル系の女性誌だったんです。ほうほうほう。でそこに入ったのがきっかけですね。あ、じゃあ本当だったらもっと別の編集の方のジャンル行きたかったわけですか？はいはいはい、漫画の編集とか文芸とかやりたいなっていうのは当時はあったんですね。はい、とかあのもうちょっと有名な雑誌とかアンアンとかわかんないけど、そういうなんか華やかな雑誌とかやりたいなっていう希望はあったんですけど、全然あの大卒じゃないとダメな会社ばっかりだったんで。でも、まあ、呼ばれたのかもしれないですね、はい、オカルトの方から。そうですね、はい。で編集何年ぐらいやってましたの？でその時2年間ぐらい雑誌の編集して、うん、でその後あの白夜書房で書籍の編集をさせてもらったんですよ。あの結構これ貴重な体験で、あんたあの私がなんか本とかも作りたいなって編集長に話してみたら、じゃあ手伝ってあげるからなんか企画していいよって言われて本作って、で私書籍の編集もできるんだって思って、じゃあちょっと転職してあの本を作る出版社行きたいなっていうことで BAB ジャパンっていう出版社に行きまして、でそこ月刊秘伝とかも出してるんですよ。月刊秘伝ってご存知です？あの秘密の秘に伝説の伝です。そうです。なんか時々なんかやっぱインパクトあるから、はい、見たこと何回かあるかもしれないです。あれ出してる出版社にいたんですよ。あれってどういう雑誌でしたっけ？あれは武道系の雑誌なんですけど、本当にあの山ごもりしてるおじいちゃんとかにも取材する雑誌で本当の秘伝、秘伝、はい、まあ、一子相伝みたいな、そういう秘伝のところを取材に行くみたいな、はいはい、手刀で大木を切る方法とか、なんかもう真面目、大真面目にそういうのを特集したりとか、あとはなんかちょっとごめんなさいね、秘伝ですよね、はい、そういう形って取材受けるんですね。一応そういう一応秘密にしとくから秘伝だと思ったら結構取材受ける。一部公開してる情報、一部ね、一部公開してる情報があって、はいはいはい、でそのもうやっぱすごい面白いのは、横断歩道は目をつぶって渡れとか、もうそういう修行とか書いてあって、いじってない、大丈夫。いやちゃんと真剣にね、皆さんやられてることですからね、はいはい、やっぱだから達人たちがこう凝縮した、そうか、達人だからこそもう、はい、もうなんか目をつぶってもなんかそういうのが分かるみたいな。あ、そうです、そうです、目をつぶった方がむしろ分かるっていう。でもその話をね、なんか秘伝とかってそういうこと書いてあるんですよねって言って、ちょっとこの間あの前田明さんとコラボさせていただいたんで、スミさん YouTube やってて、はいはい、いろいろねオカルト系の人は出てくるの分かるんですけど、前田明さん出て階段話してたよね。そうなんです。どういうことと思ったんですけどでも前田さんオカルト結構お好きで、みたいですね。でもやっぱすごい見えるらしいですね。いや俺ね、ちょっとこれ、うん、ごめんなさい、ちょっと話脱線しちゃうんですけど、はい、まあ、つい2週間ぐらい前なんですけどね、はい、前田明って知ってますって言われて、うん、5、60ぐらいの男性なんですけどね、はい、彼がね霊感に目覚めたきっかけってね、僕なんですよ。え、嘘。それで何なんか変な声が取れたんですよ。ちょっとこれちょっとスミさんといえばもうちょっと代名詞的になってるのが、はいはい、幽体離脱。初めてぐらいに幽体離脱した後に人を見たことがあるんですよ。人を見た。翌朝起きたら自分の布団に死ぬほど手形がついて、ありました。これです。これ起きたら急にあったの？あのこれ無数にあったんです